お世話になっております、マサルです。前回は DHCP について一緒に勉強しました。今回は DHCP リレーエージェントについて一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。まずは簡単に前回の復習しておきましょう。 DHCP は通信するために必要な設定値を自動で設定してくれる機能です。この機能があるおかげでユーザーは IP アドレスの設定など手間のかかる作業をすることなく、ネットワークに接続するだけでネットワークを利用できるようになります。接続するだけで利用できることをプラグ&プレイという、そんな話もしました。そして DHCP の通信フローについてもお話しました。クライアントが DHCP ディスカバーを出して DHCP サーバーを探します。 DHCP サーバーは DHCP オファーを送って設定値を提案してきます。クライアントはオファーされた設定値を利用する場合は DHCP リクエストを送って、最後に DHCP サーバーがアックを返してきて設定が完了する、このような流れでした。今回お話しする DHCP リレーエージェントはこの通信の流れの DHCP ディスカバーとDHCP リクエストに関わってくる話です。この2つの通信はブロードキャストで通信されています。ブロードキャストで通信されるということはルーターを超えることができないということです。最近の企業はセキュリティの観点からサーバー類をサーバー室に設置します。この時にクライアントとサーバーはネットワークを分けることが一般的です。このような場合 DHCP の通信がクライアントのネットワークから発生すると、クライアントの DHCP ディスカバーはブロードキャスト通信なのでルーターを超えることができません。ルーターによって DHCP ディスカバーが破棄されてしまいます。この問題は DHCP サーバーをクライアントネットワークに置くことができれば解決することができますが、先ほど言ったようにサーバー類とクライアントはネットワークを分けるのが一般的です。さらにクライアントのネットワークが複数できてきた場合は、クライアントのネットワークごとに DHCP サーバーを設置するというのは非常に効率が悪いです。そこで DHCP リレーエージェントの出番です。DHCP リレーエージェントを使えば DHCP に関わる通信をブロードキャストからユニキャストに変換して DHCP サーバーに通信を中継してくれます。ルーターで破棄されるのはブロードキャストの通信なので、ユニキャストにすれば破棄されることなくクライアントと DHCP サーバーは通信することができるようになります。 DHCP リレーエージェントの機能があるおかげでクライアントとサーバーのネットワークが異なっていたとしても DHCP を利用することができます。それでは実際に DHCP リレーエージェントの通信の流れをパケットトレーサーを使って見てみましょう。それではここからパケットトレーサーを使って DHCP リレーエージェントの役割を見てみたいと思います。まずは手順1、シミュレーションモードを起動してフィルターが DHCP になっていることを確認してください。シミュレーションモードで DHCP だけですね。手順2、DHCP リレーエージェントなし、この上段のネットワークを使って PC0 の DHCP を有効にしてみたいと思います。それではやってみます。 PC0 をクリックしてデスクトップから IP コンフィギュレーションを選択して DHCP を有効にします。すると PC0 は DHCP ディスカバーを作ります。このディスカバーはブロードキャスト通信なので、スイッチまで届くとブロードキャストされて、ルーターでブロードキャスト通信は破棄されてしまい、サーバー0の DHCP サーバーまで通信が届くことがありません。そうなるとクライアントは DHCP を使って IP アドレスの設定値などを取ってくることができないということですね。ちなみに DHCP のクライアントは DHCP を有効にしても DHCP サーバーから情報をもらえなかった時には169点から始まる IP アドレスを自己生成します。もし169点から始まる IP アドレスを持っている端末があれば、その端末は DHCP の機能を有効にしているのに DHCP サーバーとうまく通信できてないのかなと疑うことができます。実務においてはこの169点から始まる IP アドレスを知っておくとかなり便利じゃないかなと思うので、ぜひ知っておいてください。次、手順3に移ります。DHCP リレーエージェントが設定されているネットワークを下の段に作っています。 DHCP リレーエージェントが設定されているネットワークで DHCP を有効にしたときにどのような通信になるのか見てみたいと思います。一度リアルタイムに戻してシミュレーションモードを起動し直して綺麗な状態から始めてください。 PC2 の DHCP を有効にします。
すると先ほどと同じように DHCP ディスカバーが生まれました。この通信はブロードキャストなのでスイッチに届いてルーターに届きます。先ほどはルーターで破棄されていましたが、今回はルーターで破棄されていません。中身を見てみましょう。ルーター0に入ってきたインレイヤーズの情報では、宛先の IP アドレスがすべて255になっており、これはブロードキャストであることを表しています。そしてルーターから出ていく通信、アウトレイヤーズの通信に注目すると、レイヤー3の宛先 IP アドレスが 10.0.0.1 に変わっていることがわかります。入ってきた時にはブロードキャストの宛先になっていますが、出ていく時には IP アドレス 10.0.0.1 に対してのユニキャストの通信に変わっているということです。ルーターが DHCP のブロードキャストの通信をユニキャストに変換してくれるおかげで DHCP サーバーまで通信することができます。ルーターにどのような設定をするのかはまた別の機会にお話しますが、参考までにルーターに対しては IP ヘルパーアドレス 10.0.0.1 と設定してあげます。DHCP サーバーの IP アドレスは 10.0.0.1 なので、もし DHCP ディスカバーなど DHCP に関わる通信が来たら、この 10.0.0.1 の IP アドレスに宛先 IP アドレスを変換して中継してくださいと。これが DHCP リレーエージェントの機能です。この機能があるおかげで DHCP サーバーまで通信することができます。しばらく通信を進めていくと、最終的には PC には 192.168.0.1DHCP リクエストサクセスフルとして IP アドレスなどの情報を DHCP サーバーから取得することができています。それではパケットトレーサーを使って DHCP リレーエージェントの流れを見てもらいました。ありがとうございました。今回は DHCP リレーエージェントについてお話しました。まず動画の前半で DHCP の流れをおさらいしました。 DHCP は大きくディスカバー、オファー、リクエスト、アックの流れで通信されます。この中でブロードキャストを使うのはどの通信だったか皆さん覚えてますか？ブロードキャストを使うのはディスカバーとリクエストですね。この2つの通信がルーターを超えることができるように、ルーターに DHCP リレーエージェントを設定してあげます。 DHCP リレーエージェントはブロードキャストの通信をユニキャストに変換させることでルーターを中継させることができます。それでは今回は DHCP リレーエージェントについてお話しました。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。